はい、クジラガレージです、いつもたくさんのご視聴本当にありがとうございます、今日はですね、まあ、実はちょっと先輩のお供というか、カボスの先輩がね、今日なんかイベントに講師として呼ばれてるらしくて、ちょっとね心配やけんね、ついていきますまあついてって撮影をするんだけど、カボス TV のカメラマンとして行くんだけど、今日行くところは大分県の安治夢っていう町のドリームファーマーズさんっていうところなんだけど、あそこでなんか農業祭じゃない、なんかお祭りじゃないけどイベントがあるらしくて、先輩が講師として一丁前に呼ばれたんで、ちょっと心配やけんね、一緒に行ってあげんとね、心配やろ。会場の中とかその催し物とか、まあ先輩がなんか偉そうに喋ってるところとかはカボス TV のカメラで撮影するんで、そちらは先輩のチャンネルでご覧になってください。まあ僕は道中ね撮影したりとか別アングルで先輩の講師っぷりっちゅうのを撮ろうかなって思っております。まあ今ちょっと先輩と待ち合わせしてるところなんで、まあ今日はクジラクラウンでね、どのくらいかな、2時間ぐらいかかるかな、まあドライブがてなね、まあちょっと稲刈りの合間のねちょっとした休息という感じで、休息になるのか、はたまた先輩が大滑りして地獄のような一日になるのかちょっと分かりませんけど、まあ先輩のチャンネルでね、様子見れると思いますので、まあご覧になってください。ケトラジ行くんじゃねえんだ。行くな。ケトラジ行く。こう突っかけた。え？突っかけた。ありゃ。おい。いやちょんな。ちょ待ちよ。え？もう品が悪いやね。ちょっと。ああ忘れちゃった。誰かわからなかった。大丈夫？誰かちょっと待ちな、これどこ当てたんだ、どうせまたあれだろ、畑入り口にフェンスに当てたんだろ、ちょっあれや、稲刈りちょっちな、うん、やっぱ知らんとこ行くやん、あおばちゃんとこからここ回られるわとか、うん、簡単に言うだよな、うん、まあ攻めんじゃんいやそれ攻めやなギリギリじゃんギリじゃんほいキュンって回ったらこう義士があっちな、ああバレバレバレ前から当てたんや、後ろからバックじゃ当てたんだ、 バックで切り返したんや、バックそうだわな、こっち側に樹脂がやつ、ああ引っ掛けたんだな、ここ、ああこのピンが折れた、折れたん、まあ背はねえ、そんぐらい、どっちかだねえわ、まあ普通じゃ普通だよなえドライブやん、ドライブじゃん、ドライブな、うんうん、俺はもうイベントの時と作らない、そうそう、それはそのカメラで俺が撮るけん、でそのオフショット、うん、俺はオフショットな、うん、道中とまあいろんなアングルでちょっと撮ってみようかな、うん、じゃあ行こうか、じゃあコーヒー買おう、メラから乗るやろ、メラから乗ってアジムインターで降りる、アジムインターっつったらウサン方やろ、うん、そうそう、ウサン今日何喋るの、まあターン、台本ある。いいけど、その、まあ。まあ、向こうが振ってくれる。そう、まあ、どんなことを話すかっていう、まあ、その、まずその、カボス、YouTube を始めたとか。YouTube がメインっていうか、あれだ。そう。YouTube の農業っていうこと？うん。農業に、その、IT だとか。ああ、YouTube を取り入れたっていうことな。今頑張ってるっていうところを聞きたい。手は寝ない。え？手は寝ない。知らん。俺はどげしとったらいい？もうずっともう冗談に追っていいんだ俺。あ、いいよ。ああ、そうなの。この分もう俺 YouTube 券。ああ。あの撮影スタッフ連れて行きます。ああ、なるほど。カボス TV の撮影なんかこう。スケジュールかないかんわ、カボス TV の撮影どっかテレビ屋さんなんか来るみたいに、うん、はあ、どこのテレビ局が来ちゃうかな、カボス TV カボスタイムで、カボスタイムカボスタイムが来ちゃうたち違う連れて行きますとか、あ、クジラさんですねっつって、あ、そうお待ちしてます、いらこと言われるな、いや、一時、壊れちゃう、そう、直さないかね、
自分まで11キロ、うん、アジム着きました。何時だ今。10時じゃん。何を着いたの。ちょっと早いな。お土産見て。お土産買うとことかあるの。あるじゃない。え、いや酒飲み女ワイン買わなきゃ。怒られる。怒られるな。酒飲み女カットしてな。カットせワインコーチコーチやかましいね。アジム降りるの初めてかもしれない。俺も初めてやろ。サクだったっけな、アジム。いや俺アジム行った来たことないもん。そうなん、うん、なんだアジムじゃん。なんだじゃアジムじゃフラルでアジムし読み切らんのや、ね、次、まあ、アジムは難しいな。絶対読み切らんわ、うん、アジムは難しいと思う。安心やろ、うん、安心やな。道の駅かなんか。道の駅、道の駅あるんかな。もうねえことはねえわな。とりあえず安住方面行きゃいいんやろ。うん、そうと思う。え、あのナビ消してしまった。安住ワイナリー一も出ちゃうで。あっこやねえんだ。んあれやねえんだ、安住ワイナリー一。どこやねえじゃん。ここ看板。え、安住ワイナリー一あるやん。これじゃん。これか。うん。家族旅行村アジムパーク。ちぎち帰るな。ブドウなっちゃう。ブドウなっちゃらんわ。もう終わりじゃねえの。もう取った後やろか。うん、あ、ブドウ収穫。これはあれじゃ、ブドウ畑で。そうじゃな。検索を間違えたってこと。これは戻らないかも。とりあえずちょっとまだ時間があるんで、道の駅に立ち寄ってトイレ休憩、あとお土産をちょっと買おうかなと思って道の駅院内に来ました。隣町ですね。安住町の隣町の院内町っていうところで今来てます。先輩トイレ行きました。院内町なんで。え、院内町なんで。院内町、町の名前だ、うん、院内町やろ。院内町、うん、大分県、市は何、中津市なのか。宇佐市じゃねえの。宇佐市か、うん、全然わからんもんな、この辺な。わからん、初めて聞いた。宇佐市院内町。あ、何ヘリ、防災、防災ヘリ、京中かわからんな。わからんな、こっち方面わからんな。院内行っちゃって、わからん、何、大分県の何市なの。宇佐市じゃん。だけんちょっとわからないけど、そりゃ文豪の死んこと誰も知らんちゅうてん、不思議じゃねえわな。怒られるで、院内市。怒られるな、後で調べちょくわ。あと俺でけえの、何、オオサンショウ、日本一大きなサンショウウオ。ちえ、ここサンショウウオが有名なとこなのかな。どうやろう、これ土壌よ。土壌餌って。土壌餌？うん、餌になる土壌をや魚を食べるときに岩穴から出てきます。ねえな、こんな生き物が日本にあるんやな。超でかい。なんかすげえな。すげえな。出てこんかな。ちょっと入って怒られる。
だってほら、あっこに顔があるんで、あの奥に、こっちから見て。あ、見える見える。相当でけえよ。5メーターぐらいあるんじゃない。5メーターはねえわ。何メーター。でも1メーターぐらいは。131って。こんな生き物が日本におれやな。気持ち悪いな。今度でも俺方の川に出たら大騒動になるね。死んでしまう。ワニが出たっていう。ばあちゃんが。ばあちゃんワニが出た。大騒動になるわ。警察呼ぶ。呼ぶわ。駐在が来るわ。ワニが出た。すげえな。うん、なんだ、なんだ大騒動。超できへんやけど。あ、今脱皮しようね。え？脱皮の様子ってか。今なんか妙に出るじゃん。これ皮が剥げんのやろな。うん、気持ち悪い。特別天然記念物大沢省飼育中。すげえな。すげえよ。あ、動きよ。でしこんかな。こっち出てるよ、こっち。相当でかいよ。オオサンショウウオは悪いわ。オオサンショウウオ定食。オオサンショウウオ定食とかあるのに食ったら悪いんだ。いや、特別天然記念物だよ。なんか効果になる。なんか全部アイスのコーヒー。まあ、それコーヒーなんやけど、ああ、ちょっとレベルが高いんだ。分からんの、何が出てくるか分からんの。それアイスコーヒー、氷を先に入れてください。そういう感じやろ、うん、だからアイスコーヒーっぽいやん、うん、で、そのボタンもアイスコーヒーって書いてある。これやろ、うん、でもホットだよ。うん、惜しみな。これでアイスコーヒー出たらあれ、うん、なんでそのアイスコーヒーになっちゃうのかがちょっと謎ない。これアイスだね。これはホットで。謎なんじゃん、分からんの。このアイスコーヒーがチカチカしようよ、うん、これアイスコーヒーが何年かにって書いてある、うん、氷を先にでちくんのホット。これホット。これホット。抜きは謎やろ。ホットでこれ相当悩んだけどさっきこれ。アイスコーヒーが欲しいわね。いや、まあ、いや別に俺はホットでやんかったんやけど、うん、難しいやん、ボタンの押し方が。1、2、3、1が氷を入れて、お好みアイスの商品を押してくださいよ。これアイスコーヒー。分からない、難しいね。これはお湯やろ、お湯が出るってことやろ、うん、これはストップやろな、うん、でこれアイスコーヒー用、アイスコーヒー用やろ。でこれはコーヒーの豆の種類ってことやろ、うん、もうホットもアイスもねえわな。アイスが出てくるって思うわな、これやったら。どう考えて。ホットしか出てこない。レベルが高すぎて分かるよね。これ難しいやろ。やべえわ。これやべえわ。難しい。難しいよ。いいだろ。出てきたね。出てきたね。ゆずみゆ、いや両方もゆずみゆ。え、あ、そうなの、うん、食べてみな。マスク取らない。あ、ゆずの味がする。するな。いや、味っていうか匂いが。ゆず好かんのじゃない。飲み物みたいな。まあでも悪くねえよ。悪くねえ、うん、そうな。うん、いい香りするわ。そうだ、うん、ゆずの香りがする。いや、ゆずの香りはするな、うん、いや俺ゆず好きやけどな。そうだ、あ、いいわ、うん、美味しい美味しい。到着やな。着きました。到着です。どこに止めるんかな。駐車場あるんかな。駐車場はあるわな。あ、見えかな、違うの。え、
駐車場どこや、おばちゃん。こっちいいんかな。カメラが来とんないよ。あ、すげえな。どえ、どちらのテレビ局？アルテックジャパンで。惜しいな。惜しいな。え？惜しいな。あ、お疲れ様でした。夜なしもったな。あ、もう8時だ。今日ありがとうございました。はい、いえいえ、面白かった。いやー、よかった。あ、まあちょっと、勉強になったな。ほんと勉強になった。勉強中が、ほんと、あの、知らんことがいっぱいあったな。やっぱちょっと世界、ちょっと違う世界やったけどな。いやいや、よかったよかった。あの、まあ、あの、先輩のチャンネルでいろいろ、多分編集大変やと思うけど。ちょっと長くなるな、多分。うん、2回か3回ぐらい分けたらいいか、なるかもしれんけどな、うんうん、まあでも今日クジャさん、撮っていただいたんで本当助かりました。いやどんな仕上がりになるか全然想像もつかんけど、うんうん、まあ、ほぼカット、まあ、全カットじゃん、うん、まあでもあの先輩が喋るところはもう全部抜いちゃうから、うん、もうその辺はあの楽しみにしとってください、うん、まあ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 期待通りというか期待通りグダグダなんだな。でもらしくねかったから、真面目やった、ま、真面目すぎたな。あ、そう、まあ、いやしょうがない、 ああいう場合やけんもうしょうがねえよ、うん、そうやな、うん、もうそらってこれ、これな、これでちょっとやらしいなまあまあ僕の動画はあの、うん、ちょっとあのオフショットでそうやなやりますんで、はいはい、あの内容を見たい方は先輩のチャンネルで、うん、あのじっくり見てください。ありがとうございます。あ、いえいえ、とんでもないです、面白かったです、うん、はい、まあまあいろんなことありますんで、助かりました今日は。ああ、よかったな。あ、よかった、ほんとよかった。ぶどう、ぶどう
ブドウ食わないからな。ブドウ食わないから、うん、美味しかったわ。美味しいな。うん、美味しい。美味しいな。やっぱプロが作ったブドウじゃわ。ほんとそうやな。まあそういうことやな。いや、ほんとそうやわ。はい、ということで、今日は先輩のおもり、おもり付き添いにおもりでした。はい、あの いろいろ勉強になりました。保護者。はい、まあそうやな、うん、疲れたな、帰ろうか。帰りましょう。うん、あのいろいろ今からもね、あの、はい、こういう多分催し物っていうか、はい、先輩呼ばれることが増えてくるかもしれんので。かもね、うん、まあその時はまた一緒に、あ、またよろしくお願いします、うん、ついていきますんで、はい、まあ皆さんもあの応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。クジラガレージでした、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイバイ。何やってるやつなんだ。それでは今日の動画これにて終了いたします。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。